衛星58号型は海上自衛隊の第一種支援船であり、海事最大の引き船。交渉船系は260トン型 A 線。海上自衛隊内では A 船と表記される。各港務隊及び基地隊等に配備されており、艦艇の出入港支援や肘臓支援船等の栄光を行う。押し船としての機能を持たせるため選手は平らで。 支援相手間の環境や甲板を見やすいよう、操打室上部に傾斜をつけたガラス窓を装備している。船体周囲にはタイヤなどの防原物が、また改め設計型には防限体も備え付けられており、支援相手艦艇にゴムの跡をつけないよう、もやい柵や膜をそれらの上に垂らしている。ちなみに用いられているタイヤは P-3、c 紹介機で使われなくなった廃品。 ゴム部保護用の模擬策は、官邸で軽流に使われ、使用寿命を迎えたものを再利用している。操縦性能を高めるため、二軸の全旋回式プロペラを持つ。静止水力が最も必要とされているため、性能要求には速力が入っていない。構成で、消火設備も備えており、放水銃二丁と放末原液タンク一機を持ち、消防船としても使用可能である。 ユーマイナス95以降多くの解説系がされており、全般に共通する仕様として出力が1800馬力から2600馬力に向上し、それに伴い速力や水力も向上した。加えて操打室後部にあった煙突をなくし、線尾左右弦に排気口を設けたほか、船内構造においても大きく設計変更されている。その他、 順次小変更が加えられており細かい部分の偽装が異なる。U とマイナス99で2桁の番号を使い切ったため、以後は01から順次再付与されている。主要任務である官邸の出入口において、DD で DG d といったクラスの排水量の官邸では基本的に2隻の支援を必要とし、1万トンを超える官邸にはさらにもう1隻が完成支援を担う。 出雲型護衛艦の出入講支援に至っては3隻の直接支援と1隻の完成支援を合わせて4隻を必要としている。また、ヒュ型護衛艦や出雲型護衛艦では、船体から飛行艦板が張り出しており、直接の出入講支援をする際にマストが接触してしまうため元船ではマストが、帰島もしくは伸縮できるようになっている。 基地以外での自衛官運転の出入講支援や災害派遣、転籍による開港等の長期間の航海を想定して、船内には主幹室を含め船員の居住区が存在している。実際に2011年3月26日から福島第一原発事故に対する災害派遣が横須賀港を務む大所属の引き船によって行われた。船員は7名であり、船長を筆頭に、 官板長、機関長と、その補佐につく会員で構成される。他の支援船と同様に、場合によってはこれら上院で、他の支援船を掛け持ちする。船長には、各地を務む隊の順位、総長が割り当てられ、いずれも自衛官の上院経験者、かつ、船体規模により要求される会議資格保有者がつく。ありがとうございます。